北北西から見る、しびれ山しびれ山は、兵庫県神戸市北区の乳酸系にある標高465メートルの山。乳酸系の生誕に位置し、乳酸、大尺酸、地ごけ墓山、花折山、木すらし山に至るまで重層路が完備される。また、六甲山などに比較し、乳酸系には、比較的登山者は少ないが、未開発であるため多くの自然が手つかずに残される。 神戸から大母へ至る国道428号が南北に縦貫している他車道がなく、六甲山系のようにばあれせず自然の佇まいが残るため、神戸の秘境とも称される。すぐ近くには名称がよく似た渋れ山が存在する。決定的な説がないが、有力な説の一つに、隣にある乳山で誕生が取れたため、当時主験道の山であった周辺の山にこもった。 主験者や山伏が、この乳を用い、不老長寿の薬を調合した。しかしながら、水銀が含有されていたため、中毒を起こし痺れることがあったので、痺れ山と言われるようになったというもので、ある。主験者や山伏は乳を妙薬として試しながら、歩き始めたものの、痺れ山に至ったあたりで、体が痺れ始めたと推測する向きもある。現在、筑原後半の登山口から、 入山への登山ルートの入神社からのメインルートに合流するあたりに古い石垣があり、そこに史跡入山城、路、入山名誉寺石という石踏みが建てられている。さらに一つ、室町時代の絵図の画像付きの入山名誉寺山系曼荼羅という案内板があり、歴史が簡単に紹介されている。それによると、周辺は6世紀に九だらから渡来したわらべ男行者が混流した。 名誉寺があった。乳という名の通り、山では荷が採集されていた。福原家を作った平の清盛が、比叡山になぞらえて、道頭を整備、名誉寺を、僧兵も抱えるほどの大寺院とするも、戦国の陛下と、さらには、明治の廃仏希釈で廃寺となり、鎮守者であった乳神社だけが残され、今に至っているという。 国土地理院地形図 ABCD 丹波新報社、しびれ山の名の由来2015年4月15日付、ありがとうございます。